国道192号終点徳島県徳島市、徳島本町交差点国道192号は、愛媛県西条市から徳島県徳島市に至る一般国道である。徳島県三好郡東三好町 JR 徳島線と並走起点の西条市から四国中央市の一交差点まで国道11号と重複した後、徳島県を東西に、ほぼ、 吉野川に沿う形で通っている。また沿線には四国中央市川野江、三好市池田、三間市や名吹、吉野川市、鴨島など地方の中心都市が存在する。そのため全線を通して交通量は非常に多い。そのような位置づけから路線は全区間で2車線以上で非常に走りやすい道路で3桁国道だが国土交通省管理となっている。現在、 徳島市中心部を経由せずに、国道11号、国道55号、国道192号相互に結ぶ、徳島環状道路の建設が進んでおり、そのうち南側の部分は192号の振動という扱いになっている。現在は、徳島県道207号機加護や国府線との交点、部分までの速度、及び国道438号交点から終点が、完成している。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。立地往乗車両の撤去のため、四国地方整備局は、2014年11月21日に、改正された災害対策基本法を初適用し、車両の排除を行い12月5日の5時20分により、開始していた通行止めを12月6日7時30分に、解除した。 毎年1月には、徳島駅伝が行われるため交通規制がかかる。主に、徳島市では、1953年に開催された四国国体に合わせて道路が整備されたことから、国体道路と呼称される。国道11号との分岐四国中央市川野江町、一交差点国道32号との重複徳島県、三好市池田町トンネル橋梁道の駅国道192号と、 近くを流れる吉野川。国道193号、国道492号との分岐徳島県三馬市、穴吹町。ありがとうございます。